んにちは、オフィス真由美の西真由美です。こんにちは、皆さん2023年のお正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。ね、本当に、年末から、年始にかけてそろそろ、お疲れが出てくる頃ではないでしょうか。今日はね、そんな方に、おすすめの超ロングセラーの商品をご紹介したいと思います。オフィス真由美ではですね、今のホットな情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。改めまして、オフィス真由美の大西真由美です。こんにちは。今日はですね、マルカンの超ロングセラーの商品をご紹介したいと思います。超ロングセラーといえばですね、皆さんお正月におせちやお雑煮食べられたと思うんですけれども、これもね、地域に根ざした親から子へね、引き継がれるお正月料理ではないでしょうか。ということでね、ここでちょっと京都のね、お雑煮をご紹介したいと思います。京都のお雑煮といえば白味噌で丸餅っていうのが有名だと思うんですね。これはですね、平安時代から食べられてたというふうに言われてます。そしてこの白味噌も京都が発祥の地だと言われてます。そこで大西家の特製の白味噌のおせちじゃないお雑煮をね、ご紹介したいと思います。それがこちらです。バーン、京都風の白味噌仕立てのお雑煮となります。丸餅に人参、大根、エビもが入っている、白味噌のお雑煮です。京都はね、こういう風にお雑煮をいただきます。地域によっては、いろんなね、いただき方があると思うんですね。なのでね、皆さんのね、その地域に合った、お雑煮、おせち、どんなものがあるか、またコメント欄に入れていただくと嬉しいです。もう本当にね、地域でそれぞれのね、楽しみ方があるので、ぜひ皆さんの、お雑煮やおせち、お正月料理なんか、教えていただけたら嬉しいです。ということでね、お雑煮のように、マルカンのサプリメントも超ロングセラーの商品がございます。それはこの冬には欠かせない若くて元気という商品が私のおすすめなんですね。もうこの時期になるとですね、絶対これは、常備してます。はい、ということでね、これなぜ超ロングセラーなのかというとですね、ロングセラーには意味があるということで、これはですね、こちらのね、ようにポーションタイプになっているので、小さなお子様から高齢の方まで、飲んでいただける、商品となっています。で、私はですね、なんとなく体調が優れないなという時はですね、このポーションを、1日4つぐらい飲んでますね。そうすると朝の、寝起きの、体調が全然違います。はい、ということでね、なんかうちの家ではこれは、常備していて、なんとなく風邪ひく前とかね、ちょっと基礎代謝が落ちた、風邪で基礎代謝が落ちたとか、受験シーズン の息子さんや娘さんがいらっしゃるお家なんか、特にね、これを飲んでいただくと体調が回復するのではないかなと思います。受験シーズン、これうちの子も飲んでました。はい、そしてですね、血流がね、ちょっとね、寒さで血流が悪くなってきた、母なんかもこれを飲むと、あ、ちょっとなんだかいい感じというふうにね、言ってます。なので、ぜひ若くて元気、この時期には必要です。ぜひね、おうちに1袋と言わずね、2袋、3袋しっかりと常備しておいてください。私はですね、これはポーションタイプになってますので、お湯割りにしたり、それから、牛乳の中に入れて飲んだり、それからヨーグルトにかけて飲んだり、もうね、さまざまな使い方、
飲み方をして、楽しんでおります。ということでね、ぜひぜひ皆さん気になったらぜひご家族で元気、一家に、1袋、2袋、3袋置いといてください。いざとなった時これがすごい力を発揮してくれます。だいたい1日2つから4つぐらいのポーションをね飲んでいただくんですけれども、ちょっとね体調が悪いわという時にはですね、少し多めに飲んでいただくと、あ、良くなってきた、良かったわというふうなお声をたくさんいただいております。ぜひね、若くて元気、この時期には必要です。ぜひぜひ置いといてください。ということで、ご家族の健康を守る若くて元気、ぜひ、一家に1袋、2袋、3袋ぜひお手元に置いといてください。超ロングセラーの商品、若くて元気を、紹介させていただきました。また超ロングセラーの商品をご紹介したいと思います。次の動画も楽しみにしておいてくださいね。ということで、今日はですね、最後まで見ていただきありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。ここからはあやちゃんからのお知らせです。オフィスまゆみでは、私たちと一緒に銀座マルカンの商品を広めてくださる方、特約店さんを大募集しております。銀座マルカンのサプリメントや化粧品が大好きな方、斉藤ひとりさんが大好きな方、宮本まゆみさんが大好きな方、そしてオフィスまゆみが大好きな方、一緒に働きたいなって思ってくださってる、方、大大大募集中でございます。はい、特約店さんの資料に関しては概要欄に貼ってるフォームから無料でどなたでも資料請求していただけますので、まずはお気軽に資料請求してみてくださいませませ。主婦の方でも、副業の方でも、もちろん自営業されてる方でも、どなたでも大丈夫です。まずは資料請求無料ですので、ぜひぜひやってみてください。皆さんからの資料請求お待ちしてます。